テオドール・アマンはルーマニアの画家である。歴史画、風俗画を描いた。パリで修行し、後にブカレストの国立美術学校の教授、校長を務めた。当時、ワラキア公国であったルーマニア南部ワラキア地方のアルジェシュ県のクンプルングで生まれた。父親はクラヨーバの軍人である。クラヨーバやブカレストの美術学校でルーマニア人の画家、劣化屋、 クロアチア生まれの画家、バーレンシュタインに学んだ後、19歳でパリに出て、ドロランヤピコに学んだ。1853年にサロンドパリに出展した。その後、イスタンブールやクリミアで過ごし、ルーマニアの歴史を題材に、歴史画を描き1855年のパリ、万ク博覧会に出展した。ワラキア公国に戻り、交代し、 バルブ・ディミトリエ・シティルベイから借用を受け、奨学金を受け、パリで修行を続け、バルビゾン派の影響を受けることになった。ローマに滞在した後、ルーマニアに戻り、アレクサンドリオアンクザによって設立された、国立美術学校の教授に、タタレスクと共に1864年に任じられ、1891年に、ボススルまで校長を務めた。 孫のホラチューディミトリウム印象派の画家として知られている。ありがとうございます。